電気館は、かつて、東京浅草にあった映画館である。日本初の映画専門の劇場で、明治末年、東京の浅草公園ロックに設立された。当初は輸入サイレント映画の専門館であったが、後に浅草電気館と解称、国産映画の専門館となった。また、これに倣って、日本全国に多数の電気館ができたが、 これらについても不記する。1903年10月1日、吉沢商店が東京市浅草区浅草公園6区に日本で初めての常設活動専門館としてオープンした。常設というのは当時の活動写真の上映形態が映写機を会場に設置しての移動上映中心だったからで演劇等の実演を混在させない映画の専門館であった。 それまで同地には、電友館という X 線実験の見せ物小屋があり、電気館はこれを解消したものである。1907年7月、京都の横田商会が、大阪、南馬に、日本で2番目、大阪では、初の常設映画館、1000日前電気館を開業した。以降、全国各地に、電気館を名乗る映画館ができた。1911年には、 久保寺木之助が、熊本発の活動常設館、電気館を、現在の同市内シャワー通に創設している。熊本の電気館は1914年に、現在の所在地にいてに以来、現在も存在している。他地域の電気館1912年9月、吉沢商店は、福報堂、横田商会、エムパテ商会との四社合併で、 日本活動写真株式会社を設立した。電気館は日活の直営館となるが、すぐに小畜に手放す。小畜の経営になってからは、小畜蒲田撮影所制作の映画や洋画のコ営館となった。1931年に帝国キネマ園芸に小畜資本が導入されて、新興キネマに改祖されてからは、 新興キネマ作品の風切り感となる。1942年、新興キネマが大都映画等と統合されて、大日本映画となって、以降は、大英の風切り感となった。1971年11月29日に、大英が倒産。その後に、小竹は、子会社の中英に、浅草電機関を移管した。 1976年2月29日に閉鎖された。閉鎖以降、跡地はさら地になり、のみの位置として機能した。1987年9月14日、同地に地上8階、地下2階の浅草電機関ビルを建設しようという計画に反対し、東京都と台東区に岡見山会が陳情書を提出した。その後、株式会社電機館が、 建築主株式会社高村デザイン事務所が設計して、小銃複合施設、電気管ビルが完成し、商業部分は、電気管、フードコートとなった。1999年8月23日、郵政省から、20世紀デザイン切手シリーズ第1、終10種のうちの一つとして、電気管の写真を用いた80円切手、常設映画館。 電気館開業が発行された。2000年7月に浅草にオープンしたテプコ浅草館の2階に大正時代の電気館のジオラマが常設展示された。ただしこの施設は2011年に閉鎖されている。大正時代の電気館分布は下記の通り。高崎電気館稲電気館の場内静岡電気館。 大正時代に描かれた長岡市の電気管管より、ありがとうございます。